丸子市とは、かつて、石川県金沢市に本店を置き、富山県高岡市や新潟県新潟市にも店舗が存在した日本の百貨店である。高岡店の広告金沢の本店は、老舗製茶業の一族だった、林家亀次郎が、武蔵が辻に建設したビルに、1930年に三越金沢店を承知して開業させたのが、始まりである。 この三越金沢店が高級品や中級品を主として営業したのに対し地元の百貨店群一大丸が大丸等の提携によって中級品以下の格安品を集めて商品の回転率を高める大衆的営業を展開して優位に立ったため1935年にわずか5年で撤退に追い込まれてしまった閉店した際に ビルのオーナーの林家亀次郎が三越に返済する保証金の支払いに困窮していたのを宮市大丸が提携により支援して同店跡を利用して同年9月に丸越として開業した1937年4月に丸越発の支店である高岡店を末広通りとオタビア通りが交差する十字路の一角に開店して多店化に乗り出した当初 高岡市最大の繁華街であった坂下町への出店を計画していたが、地元商店街の強硬な反対運動にあったため、断念、当時まだ商店の少なかった末広通りとお旅ビ通りが交差する十字路の一角に出店することになったという経緯がある。翌年1938年には、1937年9月29日に、 新潟市の中心市街地小町地区の一角に開業したもののノウハウ不足で半年後の決算で大赤字となっていたバンダイ百貨店に経営陣を派遣して参加に入れ1939年には合併して直営の新潟店とし開業からわずか3年ほどの間に宮一大丸と同様に3県に3店舗を構える百貨店チェーンを一気に構築した しかし、戦時統制の進展に伴う、企業統合令の発令により統合を求められたため1943年12月21日に、同じ金沢に本店を置く百貨店チェーンだった宮市、大丸と合併して、林家亀次郎が会長で、井村徳次を社長とする資本金310万円の、株式会社ヤマトを設立し、店舗名もヤマトに変更された。その際に、 金沢の本店は宮一大丸川の片町とされ、当社の本店は武蔵店となった。太平洋戦争中の1944年4月、旧丸子市本店の大和武蔵店が譲渡されて、軍事工場、大和工期が創業し、これを母体に、戦後の1950年に、同地で医療品の販売を開始し、 1952年7月に大和が武蔵店を閉店して事実上営業場とされ、当社でほぼ全面的に使用可能となったため、同年9月に武蔵に称号を変更して百貨店としての営業を復活させた。そして翌年1953年4月24日、投票の第3回参議院議員選挙では、当社創業者、 林家亀治郎が第四次、吉田内閣の現役大臣として、再選を目指したが、一時は、大和の社長と会長として、共同で経営していた、井村徳次が、対立候補として、立候補し、林家が大臣として、決定を下した内灘支社長の用地接収を、批判して、組合を味方につけ、当時両者が経営していた、百貨店名にちなんで、 武蔵と山との内灘沖海戦と呼ばれた激しい選挙戦を繰り広げて、林家を現職閣僚ながら破れる波乱も起きた。その年の9月に、丸子市に称号を変更して、昔の名前である丸子市百貨店としての営業を復活させ、1959年11月に伊藤中小寺と資本提携、1962年5月には名古屋鉄道と、 その関連会社の名鉄百貨店と資本提携するなど、提携戦略を進めながら営業を続けていたが、1973年8月に、まず社名が、金沢名鉄丸市百貨店に変更されて、法人としての丸市の名前は姿を消した。同年10月1日に、市街地再開発事業で建設された武蔵が、 辻交差点対面のスカイビルに移転して、現在の店舗での営業を開始するのと同時に、店名も金沢名鉄丸越百貨店に変更して、丸越としての歴史に終止符を打った。ありがとうございます。